はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望じゃないですね、ポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、ついに旗の家、まあ、山名家ですね、海戦を行って矢上城を攻撃したというところになるので、今回その続きになりますね。続いては丹波黒井城を攻撃することになるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと今お金がないんですが、徴兵だけはお金が入ってきたら自動で徴兵される状態にしておきましょう。で、軍勢としてはですね、今こちら矢上に信長率いる軍勢で、亀山城の方には庭長秀1万が入っているという状態です。なのでまずはこの旗の家ですね、確実に滅ぼしておきたいと思いますので、軍を起こしていきたいと思います。で、山名が動くかどうかなんですけど、山名が動かないようであれば、どうでしょう、戦力的にはまだまだ信長連戦可能かなっていう感じがするので、全軍を黒井城へ向けて進めましょう。で、並行して丹羽長秀の軍勢を矢上城に入れます。荒木村重か、ここは粉砕しておきましょう。まあ、海戦でできるだけ味方の被害が出ない状態で勝ちたいので、自操作しましょう。まあ、自動で任せてもね、この数だったら楽に倒せるかなとは思うんですが、今言ったように兵を1ミリも失いたくないという思いがあるので、信長の鉄砲隊と光秀の鉄砲隊が村重を狙っているっていう構えですね。そしたらすかさず弾を補充しましょう。これで決着はつきましたね。まあ、味方の損害はゼロで済みました。やっぱ鉄砲隊は強いですからね。鉄砲隊さえいれば一方的に攻撃ができちゃうんで、まあ、すごく楽ですよね。そしたら、士気的にはまだ大丈夫か。このターンでは蹴りはつかなそうだな。80を切ってきたらちょっとね、考え時かなって感じがするんで、兵を撤退させるっていう意味では。さあどうだ、落ちるか。いやー、ちょっと間に合わないな。一旦兵を下げましょう。矢上城に移動させて、矢上城の庭長秀隊をまた一個亀山城まで下げましょう。うわ、敵めっちゃ増援出てるな。危険極まりないけど、徴兵してしっかり
いい気は養いたいところだけどな。ちょっと待って、これ誰？北畠が黒い城に攻め入ると。いや北畠なんかいいところだけ持っていくの。いや北畠はさらに5着も攻めてくれるの。いやー北畠よくやってくれるわ。北畠が今度逆に負けてるし、となれば信長の出番なんだよな。ちょっと兵の数は少ないですけど、いや待て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 、先に取らせといた方がいいんだよねきっと。山名にしっかりと黒い城を取らせた上で、取らせた上でこちらが攻撃を仕掛けるというのが一番いい作戦だな。これで黒い城が落ちたので、これを待ってましたとばかりに全軍で黒い城の攻撃に向かいましょう。ここは自動で終わらせよう。でこれで黒以上難なく取れたな。よし、武田から5000はもらっておきましょう。でだ、忘れないうちにちゃんと神殿とかやっとかないとね。もうしばらく神殿とかすっかり忘れてたんで、神殿とかやっとかないとね、危険極まりないんで、まず毛利に対しては神殿をしておきましょう。でさらに神殿で言うと、長宗我部はまあいいでしょう。あとは、浅井、朝倉もとりあえず放置しておいて、武田も大丈夫。で、上杉だな。上杉と親善しておきましょう。しばらくね、プレイから離れちゃうと、この辺の、お作法的なものをすっかり忘れちゃうんですよね。おっと、ここは、山名軍が来るか。松永被災では退却させよう。まあ金が欲しいんだったら金はやるか。朝廷に金をあげて終わりの紙をもらいましょう。でここには兵を出しましょうね。しっかりね、山名の戦力を削り取るチャンスでもあるんで、山名の総兵力は2万2000か。いや、まだまだ頑張る力あるね、山名家に関して言うと。
さあここで山名の主力1万としっかり削るための戦いになりそうかな。敵を削って削って削り散らしましょう。まあなんといってもね、ポケット戦国は兵を集めれば集めただけ強いっていうわけではなくて、お金がね全然な足りなくなっちゃうんで、いつどのタイミングでどこに攻め入るかっていうのと、あとはねしっかりとそのあたりの、まあ、マネジメントというか、やっておかないと痛い目見ちゃいますからね。騎馬隊が多いな敵は。信長についてはすかさず鉄砲隊の三段打ちを発動してガリガリ敵を削っていきましょう。本陣に切り込まれてるのが良くないな。しっかり鼓舞を打って対抗しましょう。なんか刑事がバグってるな。刑事が動かなくなっちゃってるけど、追撃だけはしっかりしておきましょう。よし、山名家これで撃破できたんで、どうかな。鉄砲隊がちょっと消耗した感じがするんだけど、忍者屋敷をね建ててくださいって言うんですけど、お金がないからね建てたいのは山々なんですけど。で、松永久秀はどこに退いたんだ。松永久秀は大御所に退いたんだな。
さあ毛利と山名同盟結んでたっていうのはちょっと意外だったな。どうする、山名を削っていきたいんだけど、畠山が兵を挙げるか、鈴木はちょっと当てにならないしね。いや山名どう削っていくかだな。結構山名手強いですよね、こうやって見ると。どうしようかな。威圧とか聞く相手いないだろうしな。仮に急戦持ってったとしても、この隅城に移動中か。停戦を受け入れていただけないでしょうかって、別にさ、戦ってるつもりないんだけど。どこで戦ってるの。いや戦ってるつもり全くなかったわ。大友はでもものすごく九州で勢力広げてるな。いやこれはなかなか長丁場になりそうだな。どうするかだよな。だってこれ見てもやっぱり城がねでかいですもんね。城がでかすぎるよ本当に。この先の城はみんなこんな感じなんだろうな。うまい具合に威圧とかを組み合わせて戦っていくしかないのかなって感じもするんですけどね。そうなるとどうする、朝倉とも同盟結んどく。で朝倉とも同盟を結んでおいて、その上で朝倉からも兵を出してもらうっていうのが一番良さそうだな。三木城に敵が来るか、信長が不在のタイミングなんだけどな。タイミングが悪すぎるな。お、信長三木城にいるか。だったらもちろん信長だそう。信長の鉄砲隊は欠かせない戦力ですからね。これ兵の補充が早いんで、仮にね撃破したとしてもすぐね敵の増援が来ちゃうんですよね。そこがなかなかちょっと難しいところ。あれ、もしかして隊の数が足りないか。1体少ない感じで出撃しちゃったな。しょうがないな。
何、信長が張り付かれてるじゃないか、よく見たら。勝家の騎馬突撃で削れるだけ削りたいな。よし、撤退に追い込んだな。撤退に追い込んだら削れるだけ削りましょう。いやー、鉄砲隊はちょっと運用がやっぱり難しいな。久しぶりだとすぐに徴兵をかけておかないといけないね。いや、これどうやって山名倒していくかだよな。ものすごくめんどくさいというか、やってもやっても自利品というか、ちょっと作戦を考えてしっかり対応した方がいいよな。まずは朝倉と同盟を結んで、朝倉も山名を攻めてもらうっていうところからかな。なので、まずは松永久秀を五郎座のところに派遣しましょう。で、生駒も五郎座の帰化に戻しましょう。で、同盟ですね。さっき信長がやり損ねた同盟を朝倉に対して仕掛けていきましょうか。で、これは北畠が武田城へ進軍中か。武田城ね。そうなるとこちらに援軍を出す余裕はないだろうという隙を縫って、朝倉は同盟を結ばないか、こちらとは。となると、いやー、北畠すげー頑張ってくれてるわ。今のうちにガリ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 削っておきましょうね。
いや、北の方ですげえ頑張ってるな。でようやく北畑が撤退していくか。いや頑張ってくれた、おかげでだいぶ削りましたもんね。まあ、ここは自動で終わらせちゃいましょう。一旦じゃあ播磨に兵を戻して、兵を一旦休ませましょう。はい、というところでちょっと今回はねあんまり兵を先に進められませんでしたが、黒井城を取ったぐらいか。ちょっと山名戦どうするかですよね。これ自利品というか時間がかかるというか結構しんどいですね。で大御城が一騎勢に取り囲まれているだと、いやーやめてくれよって感じもするけどな。はい、では次回はですね一騎勢との戦いの続きからプレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひちょっとね山名戦どうするべきか、もうこのまま攻めては戻り攻めては戻りというのを繰り返しながら徐々に兵を削っていくぐらいしかちょっとね今すぐに思い当たらないので、なんかいい作戦ある方いらっしゃればぜひぜひ動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。五着が持つか、大御所が持つかどうかだな。防御が38しかないんで、もしかしたら一気に城を奪われるかもしれませんね。はい、というわけで今回はここまでにして次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。